I don't set goals. New blanket with the faux fur. I break molds. New lips, way to go, girl. Yeah. What's good, ladies and gentlemen, boys and girls? Guess who's back in the building? It's your boy General Chaos, aka the Mob Boss. We're here. Yo, my goons. I'm sorry. I had a brain fart for a second. But this here is a video on the complete storyline for Guilty Gear XRD Revelations. Currently, what you see playing in the background is just some of the demo that's being played. So what we're going to do is we're going to get right on into this. We're going to go on ahead and get right on. As well as Guilty Gear XR Revelator.20世紀末、人類は無限のエネルギーを生み出す法力を発見。法力はエネルギー問題を瞬く間に解決したが、兵器開発に応用され、生体兵器ギアを生み出してしまう。ほどなくして、自立した意志を持つギアの個体ジャスティスが誕生。ジャスティスはギアたちを統率し、人類に対し反旗を翻す。人類は なすすべもなく駆逐され、絶滅の危機に瀕した。以降100年にわたる人類とギアとの壮絶な戦い、聖戦が勃発した。22世紀、人類は精鋭部隊聖騎士団を結成。聖騎士団とジャスティスの支配から逃れたギア、ソルの活躍によってジャスティスを打倒した。 平穏を勝ち取った人類は急速な復興を遂げるが、バレンタインを名乗る謎の少女が突如襲来。既存の攻撃が通用しない相手に窮地に陥ったが、イルリア連王カイ・キスク率いる軍と
駆けつけたソルによってバレンタインを打倒。しかし未知なる敵の出現に人類は戦慄した。これより全世界に宣戦布告する。未来を悲観しろ。世界の危機だ。人が消えていく。なんてこと。クソ、見境なしかよ。私たちの作戦は成功した。一緒に死んで。およし。あれ、どうしてエル。目下の問題はバビロンを襲撃したあの巨大物体だ。あれの正体も目的も判明していない。ゆりかごです、大統領。ラムレザルによる宣戦布告は陽動だったようです。教えてよ、これから何が起きるか知っているんでしょ。答えるわけがない。俺がラムと話してみちゃダメかな。黒海の北側です。何かが出現します。間違いありません、ゆりかごです。こちらイスタンブール駐留大隊のライル少佐であります。移動中にゆりかごと遭遇しました。総員縦列陣を取れ。待てというのに。てー、効果がない。引き返せ。ゆりかごに高エネルギー反応。よせ、やめろ。やめろ。ユリカゴを操っているのは元老院だ。そしてユリカゴの中身、破壊神ジャスティス。今日から俺が審問官だ。可愛いだろ。魔法剣だけど本物と変わらねえんだぜ。私は遠く、与えられた使命を果たす以外に何の価値もない。シンは、なんでラムを気にかけてくれるの？俺たちもう仲間だろ。君はユリカゴの目的地を知っている。心配しなくても私は話さない。信頼している。信頼っていうのは仲間同士で使う言葉だ。仲間？そう、仲間は一人一人違いがあって替えの利かないものだ。違いがある方がいいの。私は、あなたの本当の笑顔が見たいの。笑顔？うん。シンが私に笑ってほしいと言った。私が好きなの。うん、疲れてるってこと。それは違うと同じ。私は母さんの違うでありたかった。でも今は。では話してください。ラム、話してくれるのか。奴らの最終目的地はどこだ。ゆりかごの次なる目標はイルリアであることが判明しました。市民を一体から避難させろ。直上です。ジャスティス、限界します。これが最後のチャンスだ。今だ。行け、フレデリック。おう。ジャスティスの覚醒によって私のミッションが達成されました。エルフェルト・バレンタイン、出来損ないの人形どもを殲滅しましょう。帰ってこい。俺の前で無駄とか無理とかそんな諦めのいい言葉を使うんじゃねえ。てめえは人が孤独のまま生きるのを嫌った。あの感情が芝居じゃねえって言うなら、それを証明してみろ。ありがとう。私もそれを証明したい。エル、戻ったのか。母さんは間違ってる。あなたも私も道具なんかじゃない。深夜は私にとって違うなんだ。だから必ず助ける。だから待ってて。待ってて。私ずっと待ってて。めんどくせえ。何してる。さっさと取り返しに行くぞ。これ以上奪われてたまるか。
西暦2187年、世界は未知なる存在、慈悲なき啓示から度重なる襲撃を受けていた。そのすべての危機を辛くも乗り越えてきた人類、そうした戦いの歴史に終止符を打つべく、最後の時を迎えようとしていた。それでは、アリエルス西欧芸家のお言葉をいただきましょう。考えたことがあるでしょうか。善良な言葉に耳を傾ける者と、善良な行いをする者、非暴力を唱える声と争いによる犠牲者、その数は果たして正しく釣り合いが取れているのか。我々の目はたった一つの物事を見続けることが難しい。まだ幼子です。力、知識、文明、それらをどれほど得てもなお我々の課題は果てません。理想的な未来を、完璧な明日を誰もが望みながら、その尊き意志を持ち続けることは容易ではないのです。しかし足元を見てください。我々が踏みしめているこの地です。大いなる意志が今の我々を支えています。何世紀もかけて築かれたこの地の声が聞こえるはずです。正しくあれと。我々はこの偉大な隣人さえ忘れることがなければ、正しき道を歩むことができます。今招かれざる者がこの地を踏み荒らそうとしています。我々の過去と未来を。慈悲なき啓示は意志を持たないと言われていますが、そのような文化を持たない者にこそ我々は歴史と誇りを持って挑むべきなのです。よくできた話だ、そう思わないか。今の話に少しでも心が込められていれば。込めているさ、心を。静かに押し殺しているからこそ出てくる言葉もある。この世の人形どもをすべて殺し、首をすげ替え、新たな人類を作るという信念がな。それが本当の西欧アリエルス。いえ、慈悲なき啓示の本心なのね。そっけないな、エルフェルト。実の母親だぞ。初めて私を見た態度がそれか。本当はお母さんに会えることを楽しみにしていた。こんな恐ろしい人だと知るまでは。みんなを騙してなぜ平然としていられるの。信念があるなら一つの仮面では足りない。こうしてお前と話している私も仮面で覆われているんだ。どうして私たちに感情を与えたの。私を殺人マシーンにしたいならなぜ。殺人マシーン。違う、そんなものにするものか。お前はこれから新たな存在へと進化する。真実の人類だ。感情がなければお前も人形と同じになってしまう。それなら今の人間だって。人間ではない、奴らは人形だ。しかし安心しろ、お前は違う。ジャスティスと融合すれば完全な人間となる。あとはエネルギーが満ちるのを待つだけだ。どうして私なの。質問ばかりだな。ラムレザルには適性がなかっただけだ。おかげで随分と邪魔な存在になってしまったよ。そろそろ殺すか。ラムもあなたの娘でしょ。まだ
助かると思っているのか？お前のお友達がここに来られると思うのか？囚われの姫とそれを助けに来る王子様、そんなおとぎ話を許すほど私の信念は無難じゃない。誰かを不幸にすることは信念とは呼ばないわ。それは呪いよ。なるほどね。ところで私の素顔をまだ見せてなかったな。さて次のニュースです。歴史的な瞬間、ついにコロニー市民の出国が実現。みやびの愛称で親しまれジャパニーズの生活を支えてきたコロニー、今日この記念すべき日を迎え、多くの人たちが歓迎のために集っています。住民からは喜びの声が上がるとともに感謝のメッセージが届けられている模様です。オープンな時代になったもんだ。世の中景気がいいね。こちとら狭い部屋、男二人、謎のオカルト観測。給料は出るだろ。オカルトだけどな。情報体フレアだよ。霊障はオカルトじゃない。はいはい。最近の事件がきっかけで僕らみたいな霊障オタクや君のようなハッカーでも官職になれたんだ。もっとありがたがらないと。おいおい待て、やめろ。オタクとハッカーを一緒にすんな。偉そうに。知ってるよ、悪いことして飛ばされたんだろ。悪いことをしたのは政府の職員だ。俺はその不正を世界のみんなに教えてやっただけ。ニュースにならない程度ってもんがあるだろ。なんだっけ、ペインなんとかってソフト。ペインキラーだ、俺の最高傑作。ただ最高すぎてヒーローになり損ねちまった。世界をスキャンダルで完全に覆うまではよかったんだが、俺の居場所だけ信号が受信されてなかった。ようこそポンコツチームへ。捕まってなきゃここの20倍は稼いでたのによ。環境嘆いたってしょうがないだろう。自分が変わる努力はしないと。変わるね。あ、そういえばお前見た？最近傘下の窓口変わったじゃん。あの子可愛くないか？ランディ、高校生か？女性の見かけではしゃぐなよ。見かけ以外のどこではしゃぐんだよ。え、そりゃあまあ、どれだけ自分を愛してくれるかじゃないか。テンバックス、あの子を見たらお前の考えが変わる方にかける。やめとけよ。どうせ週末になったらザッパー金貸してくれ、頼むよデートなんだとか泣きつくに決まってんだから。お前なそういう。地震かな。フィンランドだぞ。霊障だったりしてまさか霊障で地震なんて。場所はエスポーの北部だ。近いぞ。近隣に川か池は水分濃度でもいい。地震前との気温差、それから墓地や古い物件がないか、あと逆説的だけど屋外に 10g 以上の塩が固まってないか調べて。王国はザッパスケールで。ザッパスケールね。情報体フレアで地震なんて、そんなの出たぞ。カテゴリーは3だ。カテゴリー3。3? 本当に3か？地震が起きたんだぞ。このボロに聞けよ。まあ意外と普通だったな。逆だよ逆。ザッパスケールは霊障の起きやすさを調べるだけの目安だ。カテゴリー3程度で地震が起きたとしたら、それは情報体フレアがものすごい規模だったってことだよ。すごいぞランディ。こんな現象1000年に一度あるかないかだよ。僕たちは今歴史的な出来事の目撃者になったんだ。
何年に一度だって。宇宙人の小石？そんなことを言ったのか？ええ、もちろん例え話ですが、要するにこの先何が起こるか全くわからないということです。君の見解は？イルリア連合国第二連合としての調律師より詳しい答えなんて誰にも出せませんよ。ジャパニーズコロニーの異変は気になりますが、火球のようはないかと。事件の関与がはっきりとするまではエルフェルトの捜索を優先すべきでしょう。いいニュースはなしか。はい、元老院が起こした先日の事件も一般に知れてしまいました。ジャスティスの存在も。全人類が慈悲なき啓示との戦争状態に入ったと言えるでしょう。一体残された時間はどれほどあるのだろうか。しかしまあ、悪い話ばかりでもありません。少なくとも敵はジャスティス復活に必要なエネルギーをまだ手に入れていない。そしてドクターパラダイムは次の戦いが最後になると予想しています。ギアメーカーが対抗策を持っている。その話を見込んで民間にも融資を募っていますし、メディアの力を借りて市民の気構えもうまく誘導できています。ここに来て報道も味方にできそうです。イルリアには記者会見というものはないのか。私はどうにもそんな考えに至らん。スーツのローテーションにお困りですか。知らないようだな。大統領はスーツを一着しか持っていない。首が締まるやつだ。お察しします。冗談はさておき、確認しておきたいことがある。何でしょう。あのソルバッドガイという男、何者なんだ。と言いますと。彼の体にはギアの力が宿っている。我々はその力のおかげで先日の事件を切り抜けることができた。それにはもちろん感謝している。だが強力すぎる。私も軍人だった。恐ろしいギアは過去に散々見てきたが、彼ほどではない。私はオーストラリアの部隊でしたから詳しくは。ですが聖騎士団の間ではある種の都市伝説でしたね。軍神だとか。軍神？気まぐれでソヤという噂は実際にあって、なるほどといった感じでしたが、そういうマイペースなところが神出鬼没と相まって広まった噂のようです。ああ、しかし間違っても本人には直接聞かないことです。何をだ。彼の過去です。何でも月が落ちるとか。月？戦場におけるジンクスというやつか。君は信頼しているか、人ではない彼を。どうでしょうね。しかし少なくとも第一連王の会はソルのことを信頼しています。私は会の信じるものなら信じることができます。我々は知っておくべきかもしれない。彼が軍神であろうと疫病神であろうと、どちらかの神が世界を変える。
ソル様、そちらは。ねえな、もう少し詳しく調べてくれ。ここの気温を教えてやる。それからもう一回そのセリフを吐いてみろ。お前の傍観方針は私のせいではないぞ。やはりエルフェルトの信号は消されてるんじゃねえのか。その結論は考えたくないな。奴の行動範囲は調べ尽くしたが、生体訪問は見つからねえ。まさか手作業で消して回ってるとでも。そうであってほしいな。もし敵が信号を隠す手段を持っているとしたらお手上げだ。ちっ、おいインコ野郎、こんな神頼みまがいは時間の無駄だ。慈悲なき刑事がどんな手を使うか知らねえが、エルフェルトがジャスティスと融合すれば全部おじゃんなんだぞ。おやじ、そんな言い方はないだろ。パラダイムのおっさんだって頑張ってんだからさ。いいんだ、フレデリックに比べれば私は大したことはしていない。おっさんだって寝てないじゃん。それこそ皆同じだ。慈悲なき刑事が近々仕掛けてくることは疑いようがないのだからな。しかしフレデリックは体の異変にも耐えている。それに本来なら今すぐにでもギアメーカーの元に向かいたいはずだ。自らの過去が明らかになるかもしれないのだからな。チッ、もういい、喋りすぎだ。わかった、そうだったな。まったくお前はギアメーカーの話となると機嫌が悪くなっていかん。まあだが人間社会に来てからは食べ物が変わりすぎた。胃薬が欠かせなくなったのは辛いかな。ここはもう切り上げるぞ。どうするつもりだ。ダメ元でもう一件当たってみる。なんだよ、解体作業が進んだろ。今のは違うぞ。それでは大筋で合意できたと考えてよろしいですか。指針を確認しただけだ。何も約束はできない。それで構いません。何せ私は死人です。この世にいない者と契約などできるはずもありませんからね。私がそれを言いやすくするために現アサシン狩猟でもない君が連絡をよこしたと。余計な気遣いでしたか。腹を探るのはよせ。道は作っておく。結果を出したまえ。承知いたしました。なるほど。会談の予定を組む暇もなかったわけですね。ですがあなたはこのイリュリア連王国の第一連王、得意な行動を取れば国民の焦りにもつながります。周囲への気配りも忘れないでください。以後自重いたします。それにしても市民を守るべきオーパスにギア細胞が使われていたとは。確認を怠った私の責任ですね。元老院が秘密裏に行っていたことです。どうかご自分をお責めにならないでください。分かっているとは思いますが、これが公表されれば大衆は心の拠り所を失います。彼らの安らかな夜をどう守りますか。事実を伝えた上でオーパスを破棄し大隊の部隊を再編するべきかと。全く
あくまで特攻を第一と考えるのですね、あなたは。ですが、それでは民衆の不安は拭えませんよ。お言葉ですが、万一オーパスが人に危害を加えるような事態になれば、夜どころか再び朝を迎えることもできなくなります。私はね、必要な方便も少しは学んだ方がいいと言っているんですよ。それはどうにも不得手でございます。民衆はそんなあなたが好きなのでしょう。そのままのあなたが。わかりました。その役目は私が引き受けます。オーパスは各位に告げ、即座に破棄。ただし公には慈悲なき刑事打倒のため戦力を結集させると公表します。全てが終わったら改めてこの嘘を皆に陳謝しましょう。それでいかがですか。聖王様にそのような役回りをお任せするわけには参りません。もともと私の過ちです。もったいないお言葉。しかしそうですね、強いて見返りを求めるならもうじき祝勝会が開かれます。今年はちゃんと出席しなさい。祝勝会ですか。しかしこのような時期に。このような時期だからです。聖戦に勝利した日は人類が新たなる未来を勝ち取った偉大な歴史。今戦火にあるならばそれは戦士たちの鼓舞にもなりうるでしょう。あ、はい。前線に立って剣を振るうばかりが王の仕事ではありませんよ。精進いたします。それでは。だからもしお前が疑わしき人間と出会ったら、こう聞いてみろ。どうしました。いえ、その人類にとって耐え難き苦渋の歴史は全て人間が自ら招いた結果とも言えます。そのような愚かな存在でも聖王様は人間を愛していますか。私は聖王ですよ。そのような質問答えるまでもないのでは。失礼いたします。第三連王様からカイ様に連絡が。お急ぎとのことです。わかりました。すぐに向かいます。今の何だろうね。さあね、できれば祝勝会まではおとなしくしてほしいが、そんなことを聞きに来たのかい。いや、君の役目は敵の排除だろ、ベッドマン。ここに顔を出すのは危険じゃないか。もちろん承知している。だがもっと危険なことがある。ん？先日の戦いで僕はあの男を牢に閉じ込めた。大きな障害に退場してもらったことで正直チェックメイトだと思っていたよ。だが彼が隠していたジャック王という少女はおそらくジャスティスの完全適合生態だ。放っておけば確実に僕らの計画の障害となる。あの男、ギアメーカーか。私にとって最も古い敵だ。さすがに確信をついてくるな。感心している場合じゃない。ジャック王とソルバッドガイの合流は阻止するべきだ。うん。その少女の居場所は簡単に特定できないだろう。他の戦力を削った方がいい。ファランクス9を使う。
スイス人。前からバイトを探してたじゃないか。わかったよ。では一応彼らの名簿をもらっておきたい。おい、どうなってる？地震、もう4件も起きてるぞ。うん、しかも生命反応と爆発まで観測されてる。こいつは本当にただ事じゃないぞ。首都からの回答はまだなのか？自分で言いたくないけど、ポンコツ特化の報告だからね。適当に扱われてるかも。俺たちは税金対策か？国営だよ、ランディ。税金は関係ない。なあ、この現象は千年に一度とか言ってたよな。前にもあったことなのか？言葉のあやだよ。めったにないってことで。こんな現象聞いたこともない。じゃあ次に何が起きるとか、どこで起きるとかわからないのか？首都の環境測定ソフトにザッパスケールをプラグインできれば役に立つと思うけど、ここの設備じゃ難しいな。ああもう本当にポンコツチームだな、俺たちは。こんな現象が人の集まるところで起きればどうなる？それを未然に防ぐのが俺たちの仕事なんだよな。そんなこと言ったって、何が原因で何が起きているのか。俺に変われって言っただろ。だとしたらそれは今だ。お前のオカルトだの憑依だのって知識が重要なら、オタクだって笑ったことを謝るからさ。憑依？待てよ、どうした？そうだよ、憑依だよ。こうなったら資料を揃えて直々に報告するしかない。どういうことですか、ダレル。我々に相談もなくアサシン組織を吸収するとは。吸収はしていない、まだな。事後報告の日は認めるが、しかし事前に話したら否応なく反対しただろう。言い分はわかる。しかし君やレオが客観的な判断に欠ける事実も認めるべきだ。客観的な判断とは、暗殺組織を正義と法の庇護下に置くことですか？その口ぶりに自覚がないと言っている。そもそもこのような事態に陥ったのは、その法の番人たる元老院が原因ではないか。そして彼らの子飼いである周辺管理局もまた誇りまみれだ。分かっています。確かに私の理想論でそれらの組織を裁くには長い年月を費やしてしまう。爆発的に膨らむ犯罪者の心理に、その間彼らを養うための収容所と衣食住は全て
国民の負担だ。ですが放置すれば彼らはチリチリとなり、やがて責任の追及は不可能になる。ジレンマか。カイ、大人になれというつもりはない。私も君と同じことをしているだけだ。ラムレザルを味方につけていることですか。そう、先日まで人類の敵だった彼女をな。これからの戦いは人類同士の小競り合いではない。少しでも戦力は必要だ。エル。エルフェルト。ラムレザルの姉妹ってことは、その子もバレンタインってこと？なんでそんなのを助けようとしてんのさ。エルフェルトがジャスティスと融合すれば、世界が滅びる。残された時間もわかってねえ。なんだ。違うな。旦那にとって俺は何年の付き合いだかわからないけどさ、今の俺にとってはそりゃあもう長い付き合いなわけよ。何度も同じような時代をさまよって俺たちは会ってるかんね。何が言いて。仕事で人を助けるときはそんな顔しない。バレンタイン姉妹は人類の敵ではなくなったってだけだ。妙な勘繰りはやめろ。はいはい。それで俺にその手がかりを見つけてほしいって話だ。過去の時代から。悪いね旦那、今回は力になれそうにない。うん。確かに俺は過去に行って未来を変えたことがある。タイムトリップをしてね。今までは事故みたいなきっかけで時間旅行をしていると思ってたんだけどさ、どうやら違ってたらしい。無意識にコントロールしてたみたいなんだ。そう聞いた。どういうことだ。聞いてくれたんだ。俺はもう時代を飛ぶことはできない。待ちわびたよ、戦果は。やはり第三連王は実質的な利を重視される方でした。読み通りだな。今回はカイキスクに相談しないことが正解だったようだ。まあ彼らも我々の扱いには困っていたでしょう。暗殺組織と終戦管理局のつながり、これが公になれば糾弾されるのは政府ですからね。ではこれで。ああ、我々アサシンも民間の兵として参戦できる。一つ目のハードルはクリアといったところね。情報のパイプと入場券は手に入れた。それからベッドマンだよ、彼を打倒する。あなたたち本当にそればっかりね。彼に負けたことがそんなにショック？武勲として大きな意味がある。我々アサシンが再評価されるためには、分かりやすく目を引く手級が望ましい。問題はベッドマンがどこに現れるかだ。それならば、私にお任せください。彼が現世に現れれば、その場所を特定できるかもしれません。いつからそんな芸当が？このザトウ、今は割と万能チックです。黄泉の世界で知識という知識を得ましたから。ただ喧嘩がしたいようにしか見えないわよ。組織の再建が目的だってことを忘れないで。
忘れてはいない。だが私の生きがいはミリア、お前だけだ。この作戦はお前の望みにつながると思っている。それで彼に勝ったらどうするの？三角帽をかぶってクラッカーでも鳴らす？レモネードも作っておいた方がいいかしら。うん、悪くないね。だがどうせならヴィンテージのブルドーを開けるとしよう。付き合いたまえよ、佐藤君。喜んで。もっとも今の私には味の良し悪しは分かりませんが。残念だ。半世紀以上寝かしておいたとっておきでね、昔の君なら飛びつく一品なのだな。皮肉も通じないのね。でもそれなら私が付き合うわ。あなたたちのお遊びはどうでもいいけど、ワインには興味ある。ウェルダン、夜風につき。麗しき女性が揃えば宴の完成は疑念の余地がない。チーズに関してはベノム君の目利きが最も信頼できる。お声掛けいただき恐縮です。しかし私は慎んで辞退させていただきます。うん。もう動くのかね。未練を問う気はないが、船出の前こそ花が必要ではないかね。状況は整いました。ですが結果が伴わなければなりません。そっか。では良き旅を。後のこと、ザトウ様のことをお頼みいたします。あり得た未来だ。それとあり得る過去。俺にはそのうち一つだけを選択できる力があるんだと。旦那、この意味わかる？二つの世界、つまりお前のいた過去と今の時代の二つの時間軸、どちらか一つを存続させれば片方は消滅するってことだな。あんまり驚かないのね。タイムトリッパーの存在自体がすでに異常なんだよ。お前が世界にとって最も危険な存在だってのは今さらの話だ。本当にタフだね。俺はもうこの力が発現しないように毎日怯えてるってのにさ。まあいい、それならもう用はねえ。旦那、もし俺が元の時代を選んだらどうする？なぜそんなことを聞く？ぶっ殺すとでも言ってほしいのか？そうじゃないけど、自分でもどうしたらいいかわからないんだ。厄介事が増えるな、ごめんだ。盲目な進化による破滅と一人のエゴによる破滅、どちらがよりくだらねえか。フレデリック、状況は？外れだ。そうか、残念だ。ギアメーカーであれば何かの答えを持っているかもしれんがな。野郎に頼るのはやめろ。お前があいつにご執心なことは知ったことじゃねえが、こうなった原因は全部
そのギアメーカーにあるんだぞ。わかったよ。お前にこんな話を振った私が悪かった。では待っている。帰ったら報告書を書けよ。またザラつきが。どうしたフレデリック、何かあったのか。なんでもねえ。また地震だ。ちょっとでかか。くそ、何だってんだ。何が起こっている。なんだこいつは。やはりギアメーカーと連絡を取れ。ご資金着のカラスでもいい。敵はじっとしているつもりはなさそうだ。ご資金着か、言ってくれる。しかし、あのクラスの巨大ギアにまで宿題が始まった。絶対確定世界の予兆ももうすぐだな。予兆？違うよ。これは本格化。これからはきっと規模が大きくなるんじゃないかな。情報体フレアの濃度も二次宇宙船の異常も体感できる絶対確定世界の前に地殻異変が起きないか心配だわ。まだ安定しないのか。これでも時勢は効くようになってきたのよ。神様を乗っ取って人間になろうとしてんだから、この程度の不具合で済めば上等じゃない。記憶の方はどうだ。断片的なことだけ。ソルのことはほとんど思い出せないけど、一つ約束だけは覚えてるって感じかな。約束？そう、この体の本来の持ち主アリアが大事にしていたことみたい。
私もお前ももうすぐ人生を取り戻すことができる。もう少しの辛抱だ。そのことだけど、もうソルたちと合流した方がよくない？向こうも会いたがってることだし。あのお方がまだ戻られていない。慈悲なき刑事は彼の帰還を待ってはくれないわ。お前はジャスティスの復活を阻止できる唯一の鍵だ。安易な判断で動くべきではない。はい、でももう監視は飽きてきちゃったよ。うるせえ、ブリキのカカシ。そうだブリキ、町から出てけ。こんにゃろう、今日という今日は我慢ならん。出るとこ出てや。未成年が犯罪の免罪符だと思うなよ。ブリキのくせに名前切ってんじゃねえよ。住民票取ってから言えよな。キャー、最近のガキは妙な知識ばかり持って。大体わしはブリキじゃない。世界で唯一のバイオ合金とハイパーエコのヘアドレスエンジンを搭載した。お前がここにいると街の美観を損ねるんだってよ。父ちゃんが言ってたぞ。動く粗大ゴミだってな。そうだ粗大ゴミ。ゴミじゃない、わしゃ誇りある。話ぐらい最後まで聞け。お前の話なんて聞かなくていいんだよ。俺は父ちゃんの後を継いで議員ってやつになんだかんな、偉い人間になんだ。偉いやつはブリキなんかと会話なんてしないんだよ。そうか、じゃあ立派な議員になれ。そのためには弱い者いじめなんてしちゃダメだよ。ダメダメ。粗大ゴミ、俺が議員になったらゴミ箱ぐらいにはしてやんぜ。ゴミ箱負け。今度来たらケツから廃屋突っ込んでユートピアって叫ばせてやるからな。ったくクソガキどもが。バカな奴らだ。何か大事そうなものを落としていったぞ。所詮ダメムク、ダメかダメ人間の猿よの。偉大なわしのハイパー注意力の前ではクズ同然の存在。見つけたぞ。まさかこんなところにいたとはな。ふん、どこだろうが一緒だわしにとってはな。で、なんだ貴様は。君に頼みたいことがある。仕事の依頼か。じゃあそこから選べ。スーパーハイエレクトロよろずや。 A コース、空き缶回収。 B コース、犬の散歩。 C コース。言っておくがわしはプロだからな。安い仕事は引き受けんぞ。頼みたいことはここに書かれてはいない。だが引き受けてくれればいいねを払おう。ではオプションコースになるな。さては貴様、大富豪か。うん、だがな、わしは金なんかいらんぞ。どうせわしに物を売るやつはいないからな。現物支給で頼む。現物支給？
食料とか。アホか貴様は。わしはロボだぞ。油とかバネとかネジとかそういうのだろうが。ああ、だが洗剤と柔軟剤は忘れるな。身だしなみは大事だからな。かつて終戦管理局が巨額を投じて作り上げた技術の結晶、その君がこのように身をやつしているとはな。そういえばまだ名前を聞いていなかったな。黒の日の出、黒の日の出、これもない。もう何が王立図書館だよ。これなら地元の古本屋の方がマシだ。あ、っていうか、ファウスト先生、ファウスト先生じゃありませんか。はい、あの、あなたは覚えてらっしゃいませんか。しつこく先生を追っかけていた世界一の名医という噂でしたので、もしかしたら僕の特殊な体質を治せるんじゃないかって。ああ、思い出しました。ザッパさんですね、霊感体質の。完全に私の専門外でしたけどね。耳が痛いな。ですがおかげで自分の進むべき道を見つけることができました。今は公務員なんですよ。霊障の観測を専門にしています。ところで先生はなぜここに。はい、最近大量の患者を抱えてしまいましてね。初めて見るケースでしたから、症例の情報を集めています。大量の、あの先生、その患者とはどういった症状なのですか。いや、それは患者のプライバシーですので。黒の日の出、それに不細胞孔、エリプマーブス式も、どれも今日僕が探しに来た本ばかりです。もしかして先生、その患者というのはジャパニーズのことではありませんか。どうしてそれを。それでソルは無事なのか。あれに心配は無用だ。もっとも爆発の規模は無視できないがな。だが問題なのはあの現象が一体何なのか。地震が発生しギアが現れ爆発する、聞いたこともない。慈悲なき刑事の仕業だと思うか。断言はできんが、無関係と考える方が難しいな。うん、ドクター、もう足踏みはやめよう。つい先日
ジャパニーズコロニーで原因不明の異変が起きた。続いてこの巨大ギアだ。二つの事件の関連性を探った方が良さそうだな。実はフィンランドの観測所から気になる報告があった。フィンランド？回答を先送りにしていたが、詳しく話を聞いた方がいいかもしれん。なんでですか？一大事かもしれないんですよ。お願いします。とにかく蓮王様に、いえ科学顧問の方で構いません、一度お目通り願いたい。そう簡単には行きませんよ。僕がポンコツ特化だからってバカにしてるのか。これでもイリュリアの防衛局だぞ。それが本当ならこの門がどういうところか分かりますよね。正規の手続きを踏んだ上でお越しください。だからそんな悠長なことを言ってる場合じゃないんだ。なんであろうと事前に報告のない方を通すわけにはいきません。報告報告って言ったのか。何回したと思ってるんだ。ああもういいからそこを通してくれ。言っとくけど片道の運賃しか持たないでここに来たんだ。それともあんたがフィンランドまでの旅費を払ってくれるのか。いいタイミングだ。いや悪いのかもしれんが。ジャパニーズコロニー。かつて聖戦において日本人は絶滅の危機に瀕した。ここはその末裔が集まる巨大保護施設国である。各地で地震が観測される不穏な状況の中、ここでもまた住人全てが不調に見舞われるという異常事態が発生していた。万物の状態を意のままに操れる調律師ヘヒョンはこの謎に取り組んでいた。やはりすでに抑制治療がなされておったウヌとコロニーの住人には調律の異なる部分があるな。それって悪いこと？いや、これが住民の異常に関係するものだとすれば解決の糸口にはなる。じゃあなんで難しい顔してるの？時間だ。全ての住人の調律を正すには単純に時間がかかりすぎる。政府が言う世界の危機、そしてここのコロニー住人の異常に何か関係があるとすれば、今から手を打っても遅い。慈悲なき刑事とやらが行動を起こせば一体ここで何が起きるのか。これあげる。これはお守りだよ。海賊団はみんな持ってるんだ。コロニーは僕の両親のふるさとだから、それを守ってくれるお礼。ありがたい。ちょうど日本のものが欲しかったところだ。あれはもう手に入らなくなってしまったからな。日本？ごめん、それロシア製なんだ。ああいい、こちらの話だ。ありがたく頂戴しよう。ふーん。僕ね、今までジョニーや海賊団のみんなと毎日楽しく過ごしてたから、世界の終わりとか言われてもなんかピンとこなくてさ。でもなんかしなくちゃね。ちょっと出かけてくる。いずこへ？コロニーにはすごいパワースポットがあるって聞いたことがあるんだ。もしかしたら何かの役に立つかもしれないでしょ。そうか、朗報を期待する。気をつけてな。そっちこそ、ちゃんとご飯食べるんだよ。ずっと食べてないんだから美容に悪いよ。
少し待っててくれ。これを終わらせておきたいんだ。報告はそれから聞こう。早く終わらせろ。クソ柔らけい椅子で俺のケツが腐る前に。暇なら新たちを呼んできてくれ。たまには一緒に夕食でもどうだ。雑用を押し付ける気か。こっちを代わってくれてもいいぞ。そっちの椅子はケツが四角くなるだろうが。だが大きな意義がある。なぜ聞かねえ。何をだ。俺の過去だ。聞いていいのか。保証する。面白い話じゃねえ。二言目には勝負だのなんだの、あれほどやかましかったお前が、いやお前だけが未だに何も聞かねえ。あの頃はお前を剣で任すことしか考えていなかったからな。他のことはどうでもよかったのさ。それに月も落としたくなかった。お前がそんな玉か。言ってなかったが、こう見えて私は信心深いんだ。それ私もお前の過去に興味がないわけではない。しかし相手を理解したい気持ちと全てを知ることは違う。私にとってはフレデリックという男の過去よりもソル・バッドガイの未来の方が大事だ。未来？そんなものがあると思うのか、この俺に。ではこういうのはどうだ。四角い椅子の役目だが。なんだそれは。ウイスキーだ。高級品らしい。私は飲まないが、格好をつけるために置いてある。悪くねえアイデアだ。中身が減りゃもっと格好がつく。そうだ、お前だってこんな些細なことで楽しめる。私の役目はこの酒をもう一度飲みたいと、そう人々に思わせることだ。希望とは何も大それた話ではない。最も近くにいる一人の友すら守れないのなら、私は王としてふさわしくないよ。だったら酒を飲めるようになれ。ラム、またここか。短い間だけど、この場所ではたくさん違うを得た。今の私はここで生まれたんだ。あ？その指の組み方。ん？初めの頃ラムはほとんど喋んなかったからな。仕草はよく見てたんだ。で、そのポーズは落ち着かない時だ。エルのことが心配なんだろう。うん。じゃあ、俺と同じだ。いや、親父もみんなも、エルのために頑張ってる。だから、そんな暗い顔すんなよ。私はまだ、ここの人間に受け入れられているわけじゃない。ほんの数日前まで人類の敵だったのだから。だ、まだそんなこと言ってんのか？私がエルと同じ母さんの娘である事実は変わらない。正しく理解されるには時間がかかる。まだガキだった頃、俺をバカにした連中がいたんだ。頭に来て、そいつらにちょっと仕返ししちまった。そしたらさ、親父に気絶するほど殴られた。でも最後はいじめっ子がやりすぎだって止めてくれたんだ。で、親父はなんて言ったと思う？だから苦情が出ないってさ。次の瞬間親父は連中もボコボコに。
いや、それはどうなのっていう話なんだけど、なんていうかさ、その後そいつらとは仲良くなれたんだ。きっかけは簡単だった。お互いボロボロになった姿を見て笑っちまったんだ。笑顔。仲良くなるきっかけなんて難しくねえんだよ。多分考えるやつが難しくしちまうんだ。シンは出会った時から私を笑わせたがってたね。エルが言ってた、笑顔が人の幸せだって。シンは幸せと不幸の差がわかる？え？ああ、頭使うのは苦手だぜ。私もそう。人の幸福を定義することは難しい。私は多分今幸せなんだ。でもこの窓に映る私が笑うにはエルが足りない。窓？ここで得た時間は幸せで暖かかった。光のある世界。窓の向こうは冷たくて寒い暗い世界。暗い世界からは明るいここが見えてとても羨ましいんだ。でもこの光の世界から外を見てもそこに映るのは幸せな自分たちだけ。エルはずっとあっち側にいる。ここからは見えない暗い闇の中に。寝次第。おやじ、なんだよ急に。まさか飲んでんのか？ああ、ギア細胞の最も優れている点は人並みに酔えることだ。空腹ではない。お前はエルフェルトとは違うな。あいつはまだ誰も気を許していねえ時から。はい、今日の献立は何ですか？ま、勝手にしろ。だがその前に。ラムレザル、窓一枚で人の幸福を隔てるな。お前が壁だと思っているものはお前自身の迷いだ。そんなもんはぶっ壊せ。行きたいところに行ける。ダニーミサイルズだぞ。かかりました。よし、あるか？ありますよ。申し付けられましたから。でも収穫は乏しいですね。バレンタインの親、人類の敵、一連の騒動の黒幕、あとは自我がないとかですか。慈悲なき刑事で今わかることはこのくらいです。報道やお頭の土産話と大差ありません。どうもその自我がないってところは怪しいがな。じゃあ何ですか？人間ですか？思い出すんだよ、俺がスラムにいた頃の動物さえ悪い。
まったく、こういう時のお頭の勘は妙に当たるんだから、滅多なことは言わないでくださいよ。しかしこうなると諜報活動より実戦部隊の編成を急いだ方がいいかもしれませんね。なんでだ。なんでって、我々東チップ王国も参戦するんですよね、イリュリアの民兵に。いや、俺たちは忍びだ。情報が不透明なうちに動くもんじゃねえ。敵にとっても読めない存在であるべきだ。なんか真っ当なこと言いますね。しかし確かに今回は不透明なことが多い。特にこのリブラリアの手記ですね。これによると元老院は慈悲なき刑事と敵対していたということです。だとしたら元老院は何のためにあの事件を起こしたのか、謎は深まるばかりです。え、元老院は慈悲なき刑事と敵対してたのか。えって、それも分からず元老院は利用されたとか言ってたんですか。お前本当に勘だけだな。うるせえな。他にはないか。今は元老院より慈悲なき刑事の動機の方が重要だ。言ったでしょ、収穫は乏しいって。ですがまあ強いて言えば。なんだ。なんや、これは情報というよりは私自身の記憶の話なのですが、今から2代前の西王でハピヌス27世って言いましたよね。亡くなられる間際に錯乱した。ああ、覚えてる。その彼が残した言葉の中に慈悲なき刑事という単語がありました。何ですが妙なんですよ。資料によれば元老院と西王は情報を共有していない。さらに言うなら、ハピヌス27世が起点なされたのは最初のバレンタインが襲来するだいぶ前です。となると、時の西王はなぜこの名を知っていたのか。まあ人徳と同じぐらい気候が目立った方ですから、偶然という可能性も否定できませんがね。気候、気候か。おい待て、そのハピヌス27世って確か現世王アリエルスを数奇教に異例抜擢したやつじゃねえのか。そうですが。マジかよ。順調に成長しているな。佐野鋳造。吸血鬼？なぜここに？リベンジ。驚いたな。あれほど痛い目にあって懲りていなかったとは。やはり面白い。今のは当てるつもりだったのだが。レッドマンは相手の直前の思考を読んでいる。これを攻略するには自分の思考を停止するほかないと言いたかったんだな。それがあなたの知ってる攻略法？うん、そうだな。そんなの誰も実践できないわよ。
見たところ以前より状態はいいようだが、修行でも積んできたのかい？では、当てなくてよいか？返しだ。状態では君と会話できないのが残念だ。謝罪しよう。どうやら過小評価していたようだ。だから今から 8% だ。 8% だけは本気を出す。おいおい、温まるのは少し早くないかね。もう少し小出しにしていこう。その方が楽しい。もう少しというのはわがままかな。ザトウの能力が機能することは分かった。この辺で満足してちょうだい。こんな機会、この先100年もなんのだな。あいつの分も残しておかないと。仕方ないね。すまないが門限だ。この先は私の友人に譲るとするよ。どういうことだ？地震とギアの関係はつかめたのか？それをこれから聞くところだ。ガラスの方はこんな検証よりも確かだ。コールはしているだが、事情があるのか、時が満ちていないのか。お待たせしました。いつでも始められます。よろしくお願いします。では、はじめにここ最近の地震の正体です。まずこの数日で情報帯フレアが12回も観測されました。これが最近頻発している地震とどのような因果関係があるかですが。待て待て、出鼻をくじいて悪いが、なんだその情報帯フレアっていうのは？情報密度超過現象。なんだって？君たちが学生時代に学んだ魔法基礎理論からそう逸脱した話ではない。簡単に説明しよう。まず情報質量というものは、通常1立方メートルあたり 256pb を許容値とするのだが。教わってない。そんなはずはないだろう。 H 軸原性に対しコリアプタル負荷がかかり、時空と空間に対してベルヘンド虚数との整合性が取れなくなることは魔法を理解する上で基礎中の基礎だ。ああ、だから受講しなかったんだろうな。じゃあこうしましょう。この風船が現実の空間だと思ってください。この中には1リットルまで水が入るとします。そして水は情報です。まあ風船ですから、水が1リットル前後で多少増減することはそんなに問題にはなりません。ところが何らかの原因でこの水が突然10リットルとかの大きな単位で増えてしまう現象を
情報体フレアと言います。ここまではいいですね。ではこの中に10リットルの水を無理やり入れるとどうなると思います？まあ風船が割れ水がこぼれるだろう。そうです。風船は時間とともに勝手に修復されますが、破れている間はその一帯に様々な異常が現れます。例えば火の気のないところに突然火の玉が出現したり、そこにいるはずのない人間が見えてしまったり、まあ大体の場合は人体に影響を及ぼしませんが。例外もある。はい、そうです。極端な症状の場合、物質の情報が書き換えられて土が鉄になるような現象が起こりうるのです。我々はそれを氷移と呼んでいます。氷移？おそらく地震は副産物のようなものです。何かが氷移現象を起こした際の。ということはまさか先日の巨大ギアは。さすがに察しがいいですね。ご想像の通りです。そこまでは私も仮定してみた。だが一体何が変化してあの巨大ギアになったのだ？氷移で変質するものは変化前と変化後で極端に大きさを変えない。俺があのギアを見た時には周りにでけえもんはなかった。あり得るとすれば、その物体は自分のサイズよりも大きい情報を持っていることになる。そんなものは自然界に存在しない。自然界の現象ではないとしたら、そうだ、これは自然現象ではない。ファウストの読みは当たっていたようだな。つまり私の読みも当たってしまったということだ。あの男の力を借りねばなるまいな。単刀直入に言いましょう。あの巨大ギアの正体はおそらくジャパニーズです。何？何ですって？なんと。これを見てください。破壊神ジャスティスが聖戦を始めた日、同時に日本が消滅した日の記録です。生存者の証言内容はまるで今回の件に似ている。ここです。ジャスティスが日本を破壊する直前、ジャパニーズの体に異変が起こったことが記されています。その時坂田はもだえ苦しみ、巨大で異質な生き物へと変貌を遂げた。これは一部の人間にとって周知の事実です。そして症状の大小はある。今もジャパニーズはこの問題を抱えています。だからコロニーに集め隔離してたってわけだ。政府は花からその危険性を知ってたのか？いや、何らかの原因で遺伝子変化が認められたとは聞いていたが。そうだ、それに変化を抑制するワクチンを絶えず供給してきた。それなんですが、そのワクチンはある時点から全く効果のない無関係な薬にすり替えられていました。そんな、一体誰がそんなことを？現時点では明言できません。しかし少なくとも元老院の仕業ではありませんでした。ではギアが爆発する理由は何です？そうか、情報過多はギアになっても続く。つまりあのギアは情報が裏返り、最終的には反物質になる。反物質？何かに触れるだけで爆発します。おお、つまり今の話を要約するとこういうことか。強力な情報体フレアに接触したジャパニーズは巨大ギアになる。そしてそれは時間が経ち
何かに触れると爆発する。留年は免れそうだな。任せろ。だがな、俺が知りたいのはその先だ。今この時期に偶然こんな事件が起きるわけがない。つまり慈悲なき刑事の仕業だと。意思がないのにか。意思があろうとなかろうと何かしらの意図があるはずだ。我々はそれを探った方がいいだろう。私の専門は犯人探しではありません。とりあえず治療につながる何かを探したいと思います。こちらの設備をお借りしても。お願いします。協力は惜しみません。残る問題はなぜフレアが頻発するかだ。もしかしたら発生位置の予測はできるかもしれません。そこから何かつかめないでしょうか。手を出したまえ。君はフィンランドから来たと言ったな。はい。あの、これは胃薬だ。明日からは城の食事に慣れてもらう。まあ、歓迎してやるとは言ったけどさ。お邪魔してます。どうやってここに。どこにも行きたくないと願ったら、なんちゃって。ふん、私が託児所を始めたなんて言ったことがあった。分かってますよ、鬱陶しいんでしょ。別にそうは言ってないよ。まあ言ってないだけだけど。それで決まったわけ。え、力の使い道だよ。あんたには力がある。私と同じように世界を変える力がね。自力でここに来られるほど使いこなしてんだ。人類のためにとか言いに来たんだろう。いや、違う、そうじゃないんだよ。ん？怖いんだよ。もうこの力はただ時間を旅する能力じゃない。使い方次第で何でもできる。だけどその度に世界がなくなっちまうかもしれないって。何を言うかと思えばあべこべな野郎だね。力を持ってる人間なんてそれを使って怖がられるか、使わないで怖がられるかしかないんだよ。あんたが怖がってどうすんの。だったらなおさらだ。今のままじゃきっと守りたいものまで傷つけちまう。それじゃ自分を否定してるだけだね。何も解決しない。じゃああんたは自分の力が怖くないのか。犬は何もしなきゃただの犬だ。だけどもしその犬が自分は狼だと主張すれば、少なくとも犬以外の何かになる。そいつにしか見えない景色も見つかる。人が生きていく権利なんてね、自分以外の誰も見つけてはくれないんだよ。俺にしか見えない景色。Must be thinking so. I cannot do anything for. 情報濃度が加速度的に膨張してる。肉体的な覚醒を果たしたジャスティスとソルバットガイ、二人の完全な復活を待たずに絶対確定世界は完成するようね。慈悲なき刑事はここ数日のうちに決着をつけるつもりか。時間がどんどんなくなるわ。本当に彼が帰るまで動かないつもり。歯がゆい思いは私も同じだ。悲観的な態度はやめろ。あのね、私は別にいいのよ。もともと作られた人生だもの。それに悲観というよりは成功率を懸念して状況確認をしているだけよ。
骨まで達しているな。ああ、ベッドマンと戦った時ね。こんなことしなくても勝手に治るのに。そういう体だもの。だが、痛みはあるはずだ。どうしたの？今日は妙に気を使うじゃない？最後に会話したのは、え？作戦や計画、陰謀や哲学の話じゃない。人間らしい普通の会話だ。何よ急に。そんなの覚えてないわ。私もだ。戦う目的以外にこの声を使わなくなってしまった。だが我々が勝ち取る日常とは本当に他愛のないことだ。かつてお前がアリアであり、背徳の炎がフレデリックであった時のように、朝食べたものが何か、好きな音楽家の話題に花を咲かせ、日曜日の予定を確認し合う、景色を目で着飾り、未来の家族を思う。我々は決して神話の餌食などではない。悲しみや喜びを価値に置き換えるのはもうやめておけ。ヤムレザルね。最後に会った時だ。感情のない人形だと彼女は傷つけた。だが人形は私の方だったようだ。こうなる人生を否定したくて戦ってきたというのに。あなたがそんなおセンチな人だったとは驚きね。おセンチだって。いつの人間だ。あ、それいじめよ。一周回ってトレンディーだと思いなさい。なんだ？確認しておきたい。お前は人類の味方か？え？祭壇に立ち、十字を切ってこんなことを聞くやつはいない。だから俺が聞いてるんだ。何の話だ？お前は何度も世界を救ってきた。そのくせ人間に肩入れする素振りを見せずに、一つところに落ち着かない。そうしてお前は軍神だとか言われちゃいるが、それは違う。間違ってる。みんなお前に依存してるだけだ。正面から頭も下げずにな。俺もその一人だった。だがもう、傍観したまま祈るだけの人間にはならん。この際お前の目的が何だろうが知ったことか。届く声なら届けるまでだ。世界を、救え。どこの世界に十字切って命令系を使う奴がいる。まあだが、どのみち俺はたとえ一人でもジャスティスを封印する。それでいいだろう。お前の目的は聞いていない。お前の意思を聞いている。めんどくせえ。何？どうして首を縦に振るだけのことができんのだ。どうして察して済むことをさせたがる。それで答えにしといてやる。だがな、このままでは本当に神みたいな扱いになるぞ。それが何だ。人は神様の心配などしないものだ。
ジャック王に関する報告書を見た。これを書いたのがラムレザルだけだったということはまあさておきだ。そこから紐付けた情報で図らずもお前の過去を想像した。いや、想像しきれないことを知ったと言うべきか。お前は決して神じゃない。だから俺は命令するんだ。世界を救え。代わりにお前を助けさせろ。それでこれまでの借りをチャラにする。次にお前はこう言え。都合が良すぎる。そこから始められないか。貸しを作ったつもりはねえ。世界の命運に興味がないってのもあながち嘘じゃねえ。だがエルフェルトだけは必ず返してもらう。ジャック王や俺のような大昔の化石が食い物にしていいもんじゃねえからだ。それが俺の意志だ。やった！やっぱり首都の設備はすごいや。これでザッパスケールのシミュレートができる。ザッパスケール？ああ、すみません。これは僕の推論だけで作られた霊障観測モデルです。霊障が起きる環境には決まった条件があります。それを規模ごとに区分けしたものをここの設備で視覚化してみました。続けてくれ。見てください。これまでのフレアは発言の場所が分かりませんでしたが、このザッパスケールに照らし合わせると、ほら、霊障環境とフレアの因果関係が一目瞭然です。なるほど。観測された地震はそれぞれこことここ、それにここ、すべて条件は酷似してます。これらの場所にジャパニーズがいたはずです。それだけじゃありません。事前に地震が起こる場所と規模を特定できるようになります。情報体フレアの天気予報のようなものか。そうです。ああ、もうこんなものが見られるなんて夢のようだな。5年前にこれがあれば、僕があんな怖い思いをすることはなかったのに。5年前に何があったか知らんが、とりあえず話を進めないか。はい。じゃあ次はリアルタイムでの描画です。やはり考えているだけでは埒が明かんな。たとえ間に合わなかったとしても、すべて調律していくしかあるまい。はーい、出前お待たせしてある。おお、来たか。ご苦労だった。あれ、まさか。やっぱりそうね。どこかで見た思ったら、お前調律師ね。お前って。あ、いや、有名人あちゃだよ。すごいね。やったね。サイン欲しいやる。サインなぞもらってどうする。売るね。売るの。で、ここで何してるか。うぬには関係のないことだ。どうしてか。何か手伝えることあるかもしれないよ。金で。もうじゃか。コキュトリの調律師に言われたくないね。ふん。これほどのお仕事、正規の値段であれば払えるものなどおらん。それに正直なところ、今回ばかりは分が悪い。金など取れるものか。コロニーの人間全部直すのは難しいか。何、まさかウノにも分かるのか。ざっくりね。ここの人たちみんな見たことない気の流れよ。良くない流れ。驚いたな。気を使うものも珍しいが、読むこともできるとは。ならばわかるだろう。それがしの力は
物事の本来の力を引き出す、あるいは引き下げるもの。彼らに異常が現れれば調律の力で症状を和らげるつもりだった。しかし同時に対処できるのはせいぜい3人といったところだ。あいや、じゃあみんないっぺんに病気になったら治すの無理ね。そこだ。今はまだ何が起こるかわからんが、万が一の時は役に立てん。じゃあやめるね。そうはいかん。10人すべての未来がかかっているのだ。たとえ無理だとしても全力でこれに当たる義務がある。だって無理なものは無理ね。無駄なことするのはバカのすることよ。話が合わんようだな。何事にも全力を出せない者に信頼は置けぬ。立ち去るがいい。でも食べるのね。食べ物を粗末にすることは最も義に反する行いだ。見たところウヌも相当な気の使い手。しかし何事にも全力で挑まぬ者は所詮二流止まりよ。そう、このチャーハンの味と同じようにな。え、嘘。やだ、何これ。おいしい。ご飯食べるより大事なこと他にないね。おいしい料理食べる、みんな幸せ。私はこれがやれることよ。これでみんな笑えば世界は平和になるわる。なるほど。いや、そうか。自分にやれること。もう少しで結果が出ます。なんか焦っちゃいますね。たった数分待てばいいだけの話なのに。落ち着きたまえ。我々のような立場の者が慌てた姿を見せてはいかん。いや、分かってはいるんですけど、人類の運命がかかっていると思うと。分からんでもないがね、私もギアメーカーがいればこんな面倒はないのにと思うからな。ギアメーカーですか。そうだ、彼はこのような事件が起きた背景を知っているようだ。それにあらゆる法力とその応用に長けている。ここにいれば心強いのだが、今は居所が知れん。ギアメーカーってギアを作って聖戦を起こしたっていうあの極悪人ですよね。公にはな。だが我々は何度か彼に助けられている。個人的な感想を言えば、歴史で語られているような悪人ではない。おそらく誰も知らない真実があるのだろう。え、なんかイメージ湧かないな。まあ私もそれほど詳しいわけではないが。あ、出たみたいです。どう見ればいい。この雲のような部分が霊障環境です。赤が濃くなるほど危険性が高くなると考えてください。今回のケースではこの色のクラスで地震が起きました。それほど危険ではありませんが、通常滅多にない環境です。これはまた随分と広範囲だな。こうして目で確認するのは僕も初めてですが、確かにこれは異常ですね。ひときわ濃い点があるな。これは大丈夫なのか。本当だ。でもあれ、おかしいな。この場所は地震のあったところですよ。もうとっくに収まっていてもいいはずなのに。もしフレアが放出され続けていたらどうなる。多分霊障環境が広がっていきます。より危険になって。膨張してる。
1週間先の結果はわかるか？10分もあれば。そうか。ではまずコーヒーだ。このような時こそ落ち着かんとな。レオ殿！なんだ、ドクター、そんなに慌ててどうした？コロニーの住民を外出させてはいかん。落ち着いて説明してくれ。情報体フレアが拡大しているのだ。何？拡大だと？フレアはすぐに収まると言っていたろ。理由がわからん。しかしこのままだといずれ世界中が覆い尽くされる。残された時間がそれだ。52日？2ヶ月もないじゃないか。違う。52時間だ。フレアが世界を覆えばもはやコルニー住人を避難させる意味がない。52時間以内に決着をつける必要がある。でかいぞ。何か始まったのか。いや、これはすぐに収まる。ドクター、何をすれば。レオ殿はすぐに調律師と連絡を取ってくれ。調律師？ヘヒョン？いいか。結論として最も重要な点は一つ。もしコロニー住人が全て反物質化すれば、その爆発エネルギーはセントエルモに匹敵する。まさか。そうだ、おそらく慈悲なき刑事はこのエネルギーを使いジャスティスとエルドノを融合させるつもりだ。だったら住人を一箇所に集めておくのは危険ではない。いや、敵がどのような手段でエネルギーを吸収するかわからん。ならば逆に住人を一箇所に集め、症状を少しでも抑えて時間稼ぎをした方が得策だ。すぐに対策を講じよう。聖戦。かつて人類は生体兵器ギアとの戦争で絶滅の危機に瀕した。辛酸をなめた末にかろうじて掴んだ勝利。その暗い歴史から立ち直るため、時の流れとともに人々は努めてその記憶を拭い去っていった。今となってはなぜギアが生まれたのか、なぜ人類を襲ったのか、その真実を知る者は一人しかいない。ギアを作った者以外に。ベッドマンとの戦いの果て、行動を封じられていた彼は世の中の異変に気づいていた。バックヤード上の崩壊に揺らぎが生じている。絶対確定世界開闢までの時間が迫ってきているのか。しかしまずいな。この牢は想像以上に。ギアメーカー苦戦しているな。やはり一人では先日のようなブラックホール作戦も使えんか。クロノス。絶対防壁フェリオ。数世紀かけて完成された技術は伊達じゃないだろう。ああ、大した難問だ。ベッドマンという少年がこの法力を使えたこともね。見よう見まねではないだろうな。それにたとえバックヤード内であったとしても、この魔法の不正使用は不可能だ。ということ。ああ、これで敵の正体がはっきりした。Thank you.
ありがとう。苦労したかい？ここを見つけるのは。大したことはない。これからお前がする苦労に比べればな。ん？今度こそ人類とギアの血の歴史に完全なる決着をつけねばならない。となればお前はあのソルバッドガイに全てを話す必要があるだろう。そういうことか。100年以上も告白できずに過ごしてきた。正直怖いな。恨まれていればフレデリックとつながっていられると思ってきた。ちゃんと説明できるかな。修士論文よりは簡単なはずだ。論文に友達を失う覚悟は必要ないだろ。人類の歴史上最悪の滞在人と呼ばれるお前がこんな表情を見せる人間だと知ったら人々はどう思うだろうな。我々の死がなぜお前に種を託したのか分かったような気がする。私は多くの人命を奪った。人類の未来を救いたくてだ。今でもその考えが間違いだったとは思っていない。だが少なくとも運命は私に同意しなかった。こうなった以上全てをお前に託すほかない。慈悲なき啓示を止めてくれ。なんかが起こる。起こっちまう。世界自身が乱れている。間違いないのだな。そうだ。コロニーの住人は遥か遠方の異変に反応していた。それを聞いて安心した。どうやらそれがしの見立てと同じようだ。調律の対象が一つならば時間の問題はない。あとは賞をもって代をなせばいい。あの出前娘のおかげだな。出前娘？いや何でもない。時間稼ぎの件は引き受けた。頼んだ。さて賞をもってとは言ったものの、あんたか。コロニーの皆を守ってくれてるってやつは。ウノはコロニーの住人だ。このチビに呼ばれてきた。コロニーの住人にしては健常に見えるが、一時期ここを離れていた連中には何の変化も起きていない。俺もその一人だ。医者の言っていた通りだな。あんたなら里の皆を助けられるのか。我が身に変えても。ついてきな。これは御神木だ。苗木の頃からここの住人が木を練り込んで育てた神聖な場所だ。イルリアの人間も入れない。こいつの霊力ならあんたの仕事を手伝えるんじゃねえか。なんと見事な。確かにこれならば
それがしの力を何倍にも増幅できる。ねえ、すごいでしょう。待ちな。よそ者にこの場所を預けるからには確認しておきたい。え？その昔、ジャスティスは俺たちジャパニーズを狙って攻撃を仕掛けた。あんたの国の同胞はそのとばっちりで大勢死んだ。ここの連中を助ける義理があるのか。義理か。この鎖はな、一つ一つ全て違う国で手に入れた。だが石の種類は全て同じ。遥か大昔にはたった一つだった眼界が、長い年月を経て様々な国へと散らばったという。それがしはそれを鎖でつなげた。再びこの兄弟たちが再会することがロマンだと。ロシア、モンゴル、イスラエル、中国、スペイン、アメリカ、そして今となってはどうしても入手がかなわぬ一つ、それをそこのメインにもらったのだ。日本。挨拶が遅れちまったな。俺はバイケン。剣には多少覚えがある。チビから話は聞いた。こいつはうさんくさい連中の計画だってな。だからあんたの背中は命に変えても俺が守る。パラダイムたちが動き始めた。仕組みに気づいたな。私もそろそろかな。ん？どうした、エルフェルト。顔色が悪いぞ。一体どうしたんだ。こんな気分のいいところはそうそうないだろう。私も気に入っている。娘にも会えるし、本来の自分に戻れる。何を始めるの。始める？ううん、そんな大したことじゃない。とりあえず一人死んでもらうだけ。お願い、もうそんなことやめて。やめる。そっか、なら寝てよっか。それもいいんだけど、どっちみちあいつらは滅んじゃうじゃん。せっかく最高の舞台を用意してんのに見過ごすのはもったいないじゃん。どうしてこんなことを。エルフェルト、エルフェルト。知らないかもしれないけど、私は我慢強い。生まれてこの方、我慢しかしてないの。誓っていい、これは本当のこと。確固たる目的を持って生まれ、未だにその夢は叶ってないの。何年経ったかな。その間ずっとね、この仮面かぶってきたの。私にママがいたらそれはもう我慢強い子ねって言って、たくさんお小遣いをくれるに違いない。でもその私がね、なんで？どうしてって、そんな会話にはいい加減しびれを切らしてきちゃった。だったら楽しい話をしましょう。私たちは話し合える、歩み寄れるはずでしょ。でも完璧な明日を迎えることはできないじゃん。完璧な明日。そう、人形は皆
何らかの明日を求めてる。今日という日を脱却するための明日、今日と変わらない不変の明日、未知の可能性を託す希望の明日。でも人形は組織的社会構造の中で生きる限り、この見解を統一できない。いや、しないの。だから自ら単一的な結末に向かっていることに気づかない。私は誰もが望む明日を完成させる。なら、それを伝えれば済むことでしょ。ああ、目玉焼きを焼きすぎたことは？あ、目玉焼きだよ。真っ黒に焦がしたことはないか？でも、その日に限ってどうしても半熟のとろっとした卵が食べたかったの？作り直すしかない。人間が一体何を…人形、エルフェルト。かわいい首輪、我ながらいいセンス。だがそうだな、奴らは頑張った。よく頑張ったよ。数百万年も生存して制圧して繁栄しちゃった。だからね、最後はね、滅びんの。生物として当たり前。あなただって同類でしょ。私が死を恐れているように見える？そんなまともに見えちゃう。お前にもそろそろ覚悟を決めてもらう。まずはその未練を断ち切らないとな。この人たちはファランクスナイン、西欧直属の最強衛兵隊だ。この世で最も忠誠心が高い。多少いじったから今はもっと高い。ああ、忠誠心はいいぞ。どこに持って行っても手荷物検査に引っかかんないの。そしてなんだろうね。じゃあ皆さん、これから僕がカテゴリー2以上のエリアを列挙していきます。対象は発見次第近隣の兵士に保護を任せ、安全なエリアを確認した後に避難誘導をお願いします。あの、周囲にカテゴリー2以下のエリアがなかった場合はどうしたら？その時は最もリスクの少ないカテゴリーを優先してください。距離は二の次で構いません。あ、その声、もしかして君は傘下の新しく窓口担当になった？え？あ、はい。参ったな。ダンディに10ドル払わないと。何が始まるの？パスポート信号を追い、危険地帯にいるジャパニーズを保護するのだ。幸い彼らの行動範囲は国内に限定されている。シンとラム殿は現地に敵影が確認された時手伝ってもらいたい。そういうのなら任せとけ。随分とアナログだね。自動で検出するシステムはないの？次からな。稟議書は書いた。よし、各自持ち場に着いたか。では都市単位から絞り込みます。モデナ、クリア。テルニ、クリア。モルフェッタ、クリア。
スカンディーバ。クリップ、いえ、待ってください。一名見つかりました。市街地だぞ。すぐに住民の避難を開始させろ。でも、あれ？どうした？はい、それが信号がもう一つあります。本当だ、これは識別 ID。 なんだと？一体何者だ？この状況でフィルターを無視する信号なんて。あ、 ID 照合できました。対象は、嘘、そんな。なんだ、はっきり報告しろ。対象はエルフェルト、エルフェルト・バレンタインです。エルフェルトだと？こんなことあると思う？パラダイムがあれほど探していたのに。ありえんな。じゃあ何？カカシ？カカシは一人で出歩いたりはしない。その点もお前より利口だ。お待ちしておりました。遅れてすまない。敵は何か始める気だ。我々も行動を起こそう。ついに。ああ、その時だ。緊張してる？言わないでくれ。エルフェルトの信号はどう思われますか？意味がなければ動くわけがない。では私は。慎重に頼む。言うまでもないが、これは罠だ。それは間違いない。しかし確認しないわけにもいかん。あとは部隊の編成だが。私が一人で行く。ラム、万が一の時被害は少ない方がいい。私が行く分にはここの人たちも心配はしないでしょう。それにあの場にエルがいないまでも手がかりはあるかもしれない。私ならそれを見落としたりはしない。待て、勝手に話を進めるな。私は信頼できない。な、何の真似だ。笑顔。俺も行くぜ。ラム一人でなんか行かせられるかよ。二人だけでもだ。最低限の護衛をつける。だが貧乏くじの可能性は高い。少しでも危険を感じたら避難を優先しろ。いいな。ありがとう。壁が壊れたな。パンティライン通り、リアルドリアードとの交差点だ。町の出口全てを封鎖しろ。信号は？パスポートだけ落ちていました。しかしエルフェルトの信号はまだあります。場所は確かにこの付近なのですが。いよいよ怪しいな。よし、みんな聞け。住民の避難は完了している。各自散開し周囲を最終確認しつつそのまま市外へ撤退する。対象もしくは要救助者を発見した場合は個人で対処せず必ず私の到着を待て。情報フレアの危険性はまだ低い。焦らずに行動するんだ。まずいな。まずいよ隊長。大事な判断は物差し1個で測っちゃいけないって。先生に教わらなかったか。俺はこの辺を片っ端から走り回ってみるぜ。ラムはどうする？私はもう少しこの場を調べる。 OK。やっぱりお前はそう動くよね。
空警報、現場上空に巨大ギアが出現しました。何？間近で爆発すれば助からん。マジか。ラム、今そっちに行くからな。シンを待ってる分時間が無駄だよ。こっちも十分間に合うから。そうか、とにかく急げよ。総員退避。始まってない。間に合う。俺も今県外とかいうところに来たところだ。危なかったな。シン、私は。なんだ？私は本当はずっと笑う練習をしていたんだよ。いつか私とエル、そしてシンと一緒に笑えると思って。なんだよ急に。こんな時に話すことじゃないだろ。見せたかった。ラム？ううん、泣かなくていいの。ラムネザルは初めからこうなる予定だったんだ。失敗作だったから。悪魔？お母さんは悪魔よ。悪魔？ああ、悪魔か。それいいね。人形どもが想像した最も邪悪な象徴、その頂点、何事も一番ってのはいいよね。だがな、エルフェルト、私がこれからすることはこんな程度じゃないんだ。その時、私さ、一体なんて呼ばれると思う？被害規模に関する報告は以上です。あとは各自治体や報道への懸念が。統制は取れそうですか？正直全てを把握しきれておりません。政治的な関与を疑う者も出ております。打ち切るわけにも参りませんから、しばらくの混乱は必至かと。
苛立ちを見せる者もいるだろうな。それからラムレザルの遺骸はいかがいたしましょう。認識できる部位が残っていますので国葬も可能です。その件はもうしばらく待ってもらえますか。他では話題に上がらないよう配慮もお願いします。承知いたしました。では最後に、事実がはっきりする前に口にするのがはばかられる内容です。気になる検証結果が出ました。資料にまとめていますので後でご覧ください。うん、連絡がついたぞ。ギアメーカーが来る。ここで待てばいいのか。ああ、間もなくだ。フレデリック、問題ないか？どういう意味だ？分かっているはずだ。少なくとも話が全て終わるまではおとなしくしていてくれよ。しかし、慈悲なき刑事はなぜ直接使徒を狙わなかった？括弧撃破の方が成功率が高いからだろう。少しずつこちらの戦力を削ぐつもりかもしれん。ラムレザルを狙い撃ちした。だがそのおかげで使徒の警戒が厳重になった。損得な話で言えば利口な戦術じゃねえな。人間の意識を標的にしているのでは。おいおい、慈悲なき刑事に感情はないはずだろう。そんなことはありえるよ。人類はこの木に全てを生産する。今度こそ決着をつけるんだ。時は来た。全ての真実を語るその時が。With a smile,
That's all I can do for now. Oh, nothing, nothing, nothing more. Ladies and gentlemen, that will conclude this video for the day. Basically, this is exactly where this is going to go. Thank you all very much for coming out and watching this video. Like I said, this is a continuance of already been going on within the Guilty Gear phenomenon and within the storyline, so most definitely you might want to check out the game if you're on PC or on Xbox or even PlayStation 4. I believe it's on PlayStation 4, don't quote me on that, but I know it is on Xbox and also PC. Once again, the game is Guilty Gear XRD Relevator. Great game, great setup and everything. So on that note, most definitely go check out the game. Drop a like if you liked it, drop a dislike if you didn't, but most importantly, thank you very much for your view. That actually matters to me. As you probably hear in the background, that's my 2-year-old running around. And my 16-year-old sitting here being extra loud for no reason. So on that note, I'm assuming that this is General Chaos, aka the Mob Boss from the Chaotic Home Show. If you're new here, make sure you drop a like and subscribe, and especially if you want to see more things like this. I will be taking requests on what should be played on Twitter. My Twitter handle will be down in the description, as well as my Discord and everything else, so this way you guys can keep in contact with me. On that note, it's been fun. It's been wonderful. I wish you all the best, and you have a wonderful day. Peace.
Yo, I ain't here for the money, I ain't here for